いつかくんじゃん。その顔、何やら思い悩んでいるんじゃない？正直に白状して自首するんだ。今なら罪は軽い。ついにこの時が来たというのか。いつかこういうことになるって知ってた。私たち知ってた。だからこそ警告してきたというのに、愚かな人類はそれを聞き入れなかったのだ。複数の女性をたぶらかし、ただれた蜜月を過ごす諸悪の根源、いつか指導。だが、いつかは誰か一人を選ばなければならない。クラスの明るい美少女か、寡黙な優等生か、それとも幼馴染、同居人、隣のクラスの双子、謎めいた転校生、そして高嶺の花。でも残るのはもちろんドーカちゃんでしょう。もちろんそうに決まってるじゃん。マジ予定調和だわ。今ってことは高校卒業に合わせて結婚？ありえる。青春の中、結婚の約束。卒業式の日、トウカちゃんは言うの。私は指導から卒業してやらんぞ。一番大事なものって上がりますか？考えたこともねえですね。まあ一つだと言うなら兄様かもしれねえです。たった一人の家族ですから。はい、マナも兄様をいつでも大事に思ってやがりますから。あ、そろそろタイムセールの時間です。はい、行ってきます兄様。こんな風に挨拶できるって幸せなことかもしれねえですね。
やはり指導か。もしやとは思ったが、知らん顔を連れているから声をかけようか悩んでいたのだ。うむ、偶然だな。ところで指導、その娘は一体。食べられる、いや食べられちゃうの。呼ばれているのだ。指導は人に好かれやすいからな。今は父代わりということか。やはり指導は優しいのだな。そうだよ、パパは優しいの。すっごくすっごく優しいんだよ。そうだな、リオの言う通り、指導はとても優しいな。トウカちゃんはすごく食いしん坊。うん、でもそれがトウカちゃんのいいところだもんね。うむ。じゃあトウカちゃんも一緒にお散歩する？では、この団子を食べなくてはな。よし、一本食べてみるか。いいの？トウカちゃんはいっぱい食べるんじゃないの？大丈夫だ、この磯辺焼きはもう一本あるからな。遠慮はいらんぞ。私のおすすめの一本だ。他にもおすすめがあるの？うむ、このきな粉をまぶしたものが私の一番のお気に入りだ。ああ、おいしそうだね。味見してみるか？私も食いしん坊ではなく優しいのだぞ。そういうところがなければだけどね。うん、何がおかしいのだ指導。
そろそろ行かなきゃ。うん、約束だから。楽しかったよ、すっごく楽しかった。うむ、よかったな。それじゃ、またね。私には聞こえなかったのだが、リオはシドウに何と言ったのだ？そうか、リオはとても可愛かったな。